今より掛川城 VR 計画、掛川城の魅力をたくさんの人にの発表を始めます。ハロー、This is our presentation about 掛川キャッスル。 This is our this project is 掛川キャッスル Virtual Reality。 今回取り上げた掛川城は天正18年に山内勝豊によって建てられたお城です。現在の天守閣は平成6年に市民の寄付により再建された日本で最初の木造復元城です。また天守閣の横には二の丸御殿があり、現存する御殿としては全国で4カ所しかない貴重な建造物で、国の重要文化財にも指定されています。私たちが掛川城に注目したのは、先輩たちが地域 PR のため掛川西高等学校と連携しプロジェクションマッピングを毎年行っているからです。私たちも地域の役に立てるような研究をしようと考え、地域のランドマークでもあり多くの人々から愛され続けている掛川城の魅力をたくさんの人に知ってもらうことを考えました。掛川城を広く知ってもらうためにはどのような課題があるのかを知るために掛川市と連携することを考えました。企画書を作成し、企画制作課、文化スポーツ振興課の方と掛川城管理事務所の職員の方と話し合いをしました。そこでの話し合いの結果、解決しなければならない課題をいくつか見つけ、その中で私たちは2つのことに注目しました。1つ目は、掛川城は丘の上にあるため階段を登らないと天守閣へ行けません。さらに戦を考えて城の内部は狭く、階段も急に作られています。そのため体の不自由な方やお年寄りの方にとっては中を見ようとしても非常に不便な作りになっています。2つ目は、遠方の方にとってこのコロナ禍においては長距離の移動が非常にリスクを伴うということです。この2つの課題をクリアするにはどうしたらよいか私たちは考え、今回の研究が始まりました。We have two problems. First, 掛川Castle is inconvenient for elderly people and people with disabilities. Second, travel is dangerous because corona. We started our research to solve these two problems. そして私たちが考えた末にたどり着いた解決策は360度カメラによる VR 動画の作成です。360度カメラとは通常のカメラとは違い、全方位を一度に記録することができるカメラです。今回は、嵐ビジョン社のインスタ 360-1R という機種を使用しました。360度動画の編集には、カメラ準拠のインスタ 360 スタジオと、Adobe 社のプレミアプロを使用しました。VR とは、バーチャルリアリティの略で、日本語では仮想現実と言います。その場にないものや出来事を、まるでその場にあるかのように体験することができるシステムのことです。近年ではゴーグルをかぶって体験するコンテンツが多くあります。次に制作過程について説明します。まず私たち自身が掛川城のことを詳しく知るために、実際にガイドボランティアをしている方の協力を得て一つ一つの施設を視察しました。その結果、今回は城の撮影ポイントとして城門、井戸、城内、天守閣を撮影し、御殿の撮影ポイントとして玄関、横入り口、御書院上の間、長井通りの間のそれぞれ4箇所の撮影をすることにしました。次に実際に撮影に入りました。撮影においては写真のようにスタンドに360度カメラを取り付けて固定し、スマートフォンで遠隔撮影をすることで撮影者の映り込みを回避しました。カメラの高さとしては、最初は市販の見えない自撮り棒を利用して撮影をしていましたが、地面からの高さが低く、見にくい映像になってしまいました。そこで、大人の目線の高さと子供の目線の高さの間を取った床上120センチにすることに決めました。最後に編集作業としてインスタ360スタジオとプレミアプロを使用し、説明の音声やテロップを入れて動画制作が完了しました。説明の音声は
ガイドボランティアが実際に現地で説明をしている内容を入れ、現場の様子を再現しています。 Next, we will talk about the production process of our VR movie. First, we did a tour in Tokyo Castle. Second, we took a movie using a 360 camera. Finally, we edited the movie using Insta360 Studio and Premiere Pro.最終的に撮影できた VR 動画がこちらになります。こちらは天守最上階で撮影した VR 動画です。こちらが天守最上階です。地上から50メートル、海抜は70メートルの高さがあります。まず東側をご覧ください。こちらからは富士山が見えます。掛川城からは 100km も離れているので、空気が乾燥した晴れの日にしか見ることはできません。そして先に見ます小山は、掛川城が最初に建設された場所で誘導山と呼ばれております。ご覧のように上下左右360度の映像と説明の音声テロップを入れました。この動画をスマホやパソコンで見てもらうことで、実際にその場にいるような臨場感が得られると思います。この動画は掛川城の公式ホームページに載せていただき、多くの人たちに活用していただくことが決まっています。また階段を上ることができない方のために、チケット売り場で貸し出しのタブレットを設置し、掛川城の下にある公園でこの映像を見ていただけるように現在検討をしています。今後の展開としては、今回作成した VR 動画をより良いものにバージョンアップをしていくこと、また掛川城はさまざまな種類の桜の見られる名所でもあるため、その季節の VR 動画を作ること、さらに実際には見ることができないマル秘映像も見られるようにすると、さらに活用範囲が広がると思います。 Finally, the next step of our project is to improve the VR and thenWe will upload this movie to 掛川Castle homepage. We want many people to experience 掛川Castle. この研究を通して私たちは VR の可能性について考えることができました。この技術を生かしてレジャーやスポーツなど身近なところに活用したいと思いました。今回作成した VR 動画を通して掛川市が大きく発展していってくれたらとても嬉しいです。私たちの発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。研究